初めての試みで部屋着、はい、部屋着、はい、ちょっと肌触りどうですか。いいです。いいでしょ。上下なんで上下、あ、ちょっとでも出かけた時にこれ着てもらって、コンビニでも行ってもらって、そこまでよね。で背中はね、背中見てもらって、北海道の芦別湖のお米とコラボなんで、おい、はい、同じやもんね、はい。せーの、本日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かって、明日に向かって、やプレー最後の俺が言います。わかんない、わかんない。でもさ、こんだけトーク術がですよ。ってことは頭いいじゃないですか。回転早いし。普通のコーチってなかなか目立たないのに、デーブさんは常になんかこうコーチになられてて、まあ損得があるよな。実力が2000本ぐらい打ってた、1000本打ってればまだ認めてもらえるけど、100本ぐらいしか打ってないですよ、きっと。その人間がコーチとして目立つっていうのは、日本ではあまりこう受け入れられにくいところがあるかも、あるでしょうね。いや、アメリカは向こうちょっと変わってきてるよね。女性がやってみたり、高知業でもいろんなこう成績じゃなくて、で日本はどうしても成績っていうのはちょっと前に出てくるところがあるよ ね。もう一つ思ってるのは、サッカーみたいに指導陣になるための学校出るのがあるみたいな、はいはいはい、ありますよね。あるね。あれも一つありかな。そこを通ってる。だから僕ら PGA の選手、そこから勉強する。結局経営をやるから、アメリカ行くとそういう人たちがクラブプロになるんですよ。そこに必ずアメリカのコースにプロがいるんですよ。だからタイガー・ウッズとかはプレイヤーとして尊敬もちろんされるけど、じゃあ PGA の会員としてどうかってなると、まあ、もちろん尊敬されてるんですけど、その勉強した人たちをゴルフ下手では差別しないみたいな、違う、なるほど、そうそう、レベルなんだね。だから日本はどうしてもティーチングだろうみたいなノリがあるんですけど、あるよね、あるある、プロットはティーチングじゃんみたいな、うん、あ、やっぱ違うんですね。そうです。だからコーチングというものを出たら認められるようなシステムを作っておくと、コーチも今後やりやすいんじゃないかなって思います。でも今日本だいぶ変わってきたよね。変わってきたんですね。コーチングでもね、プロ野球の世界でも。昔はさ、やっとけやもんね。そうですね。バット振れ。今バット下がったって。あ、下がったの分かってんの、どうしたら下がんなくなるんだとかさ。うん、もう自分で下がるしかなかったもんね。バット数振れとか。はいはい。まあその中に、もういいコーチに当たった時にやっぱ芽が出るって選手が多いよね。まあ、ね、昨年でも7年かかってんだ。ジャイアンツは1、2の3がな。1、2のノが大事っていうのは7年目ですよ。ノですよね。はいはい。やっぱりそういう方だからこそ、去年チーム打率だけで見れば2割5分2厘ですごいよね。トップじゃないですか。打率とホームランはトップだったんですよ。でもなんでやめないかんのですかねってちょっと思ったんです。まあ監督に呼んでもらったわけじゃないですか、はい、で監督がユニフォームを脱ぐという、はい、ことになれば、いる方がおかしいと思ったんですよ。でも監督はちょっと俺に預けろ、なんかこういうのが興味あるか、いやもちろん興味あるんですけど、監督が球団残られてもユニフォームを脱ぐ場合は僕も退団させてくださいってことは、うん、監督に言ったし、まあ、実際に敗者のままこうなんですか、シャバに出るわけじゃないですか、負け組のまま、はいはいはい、やっぱ厳しい風当たりはきつかったですよ。誰かが責任を取るということにおいては、監督が辞めたから監督があんま責任を取ったわけじゃないですか、はいはい、例えば生活権がなくなる、はいはい、監督と呼ばれない生活になるわけです、うん、自分も監督辞めた時に、あ、こんなに人って離れるんだって思いましたもんね。そうなんだ。あんだけ監督監督言った人たちが連絡も来ない、メダカもらってって誰ももらってくれないみたいな、監督の時メダカあげるって言ったら喜んでもらうんです、はいはいはい、監督だから、はいはい、使う決定権持ってるから、なるほどなるほど、例えば、ね、監督という人間がこのうちの店来てくれるみたいな、でもやっぱ監督というものをやめれば監督じゃないわけだから、はいはいはい、すっきりした部分と、まあ、みんな離れて、あ、こんなに記者も来ないんだみたいな、あ、っていうのは感じたけれど、まあトップだからね。そうですね、球団のね、あ、まあ仕事する上ではね、そうですね、まあでも辞める仕事だけどな、監督ってな、そういうことですよね、うん、いつかは辞める、まあそうですね、17年ってすごいよ、すごいですよね、でもさ一瞬で手のひら返すよな、
あ、みんなでしょ。今言ったように。この周りは、うん、こんなんかよっていうぐらい、うん。で、人って分かんないじゃないですか。手頑張りましたねって言いながら、あれでこのクソ持った頃みたいな思ってるのも絶対あるから。だからこう人間不信にはなってるんです。で、実際はイラ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 してるんですよ。毎日ユニフォーム着るっていうこと、うん、イラ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 イ。勝って最後のスコアつけてこういうことあったってこうみんなで挨拶行くときだけですよ、一瞬だけ。ああ、なるほど。で、監督が帽子脱いで、みんなが帽子脱いだ、もう明日ですもんね。もう明日ですもんね。もう勝ったとき、俺、このままもう死なねえかなと思ったり、心臓も悪かったから、はいはい、このまま死んだら俺、勝ってるコーチで終わるんだよな、みたいな。それでね、打率とかもホームランも良かったのに、なんかデーブさんが辞めるってなって、まあ、監督についていかれたってことなんでしょうけど、ジャイアンツを辞めて、できんだなんだとか、こう、なんか、よく YouTube とか、ネットニュースに流れるじゃないですか。まあ、それが、はい、さっき言った、そうやって言われてるのは、僕の勝ちだなと。なるほどです、ね。場面でやってる、はい、嫌われ役をやってたことが、そういうことですね。本当に浸透したんだなのが、証です。はい。そこで別に弁明する気もないし、叩く人たち、文句言う人たちは、僕は罪が重くなると思って、言われた僕はこう罪が軽くなる、うんうん、運気が来ると思って、なるほどなるほど、あと運気こういこういみたいな。いや、でもただね、年取って思ったのはやっぱぶるっちゃうとこもあったんですよ。なんかこうやっぱり息子とか会社の人たちに迷惑かけちゃってるなみたいな、うん、だからまあこういういろんな話しても実際にはマネージャーっていうか今息子が社長だから、お前さんがお前が聞いててダメなとこはカットしてもらってくれっていうのはこっちは思い切って言う。だから前は一切気にしなかったんですよ。今はその辞めた後 の, その自分の勝ちだと思いながら、いやもっと丸くっとけばよかったかなみたいな自分の後悔っていうのもあったりはしましたよね。はいはいはい、だからこれは土地投資なんだなって、もうゆっくりする、心臓もやってるわけだし、どんどん手術もしてるわけだから、ゆっくりしろっていうことかなみたいなのもちょっと感じたりとか、だんだんじじい化してきたんですよ。あで、ちょっとこうメンタルやられると今飯が増えなくてガーッと15秒落ちてる、これ弱えなっていうのは感じますよね。だから今あのこう犬、本当弱い犬ほどよく吠えるみたいな、ちょっと言われたら何このなみたいに、はい、そこ直さなきゃなって常に思ってるんですよ。はいはいはい、はい、ほんでこう数珠とかもしてるんですよ。勝ちに来ても10数えろみたいな。なるほど、全然2秒ぐらいしか数えないですよ。数えられんやろ。まあでもいろんなことは分かってきたってことよな。そうですか。うん、だって俺だってその、あの野球やった時、野球成績残しゃいいだけだと思ってたもん。そうそう、うん、広沢さんって哲学者なんですよ。この後初めて2ヶ月ぐらいの頃行こう行こうって言ってて行けなくて行ったんですけど、うん、デーブさんって、広沢さん62ぐらいなんですよ、うん、お前さんいくつ、お前いくつになったのって57ですよ。もうさ、屋根やつと付き合ってる時間ねえからなって、おもういい人とだけとって、もうこの人がいいと思う人だけ付き合えるって、うんうん、確かにそうだなと思って、やだなと思って付き合ってることってもう思った必要ないですね、はい、確かに。ただ要は人が成長して若い時にずっと会った時に必ずいい人と悪い人がいて、いい人と悪い人にやっぱ付き合わなきゃいけない時期ってある。あ、まあまあ絶対ある、若い時に、若い時に、ね、絶対ある。それを経てずっとある程度行った時にはもうそんなことしないでいいんじゃないのって、いや嫌な思いするよりは自分とちゃんと付き合う人と付き合ったらいいんじゃないの。そうそう、でも俺がそうだもん今。泣かないっすか、なんか年取ってから涙もろくなんないっすか。そういう場面長いの。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。登録、いいねをよろしくお願いします。ゲームセット。明日もよろぴこ。